アニマルビースト主催のつどいアニマルパークにお越しいただきありがとうございます。
ってるので今からねちょっと作ってもらおうと思うんですけど、お願いします。はい、お願いします。でこれで今日ねイオンモールチェアさんのね、はい、ラストステージになってしまうんですけど、なんとねまたまたここイオンモールチェアさんでのライブの予定が決まっております。イエーイ、やった。このライブさせていただけるのはすごい嬉しいんですけど、次のね予定は8月の11日祝日の金曜日となっております。そして9月の9日日曜日、この予定2つ今決まっております。はい、ぜひね今日見に来てくれたみんなまた遊びに来てください。お願いします。お願いします。そしてね2つね、なんと告知がありましてね、はい、告知があります。またまたね名古屋に行くことができるんですよ。それはと待ってくださいね、フライヤーが最近できまして、はい、場所はねイオンモール名古屋みなとさんになるんですけど、はい、私たちアニマルビーストとはちみつエンペラーさん共同主催のビーストエンペラーフェスというものが開催されます。イエーイ。はい、2017年7月の2日日曜日の開催となっております。ぜひこちらのフライヤーたくさん今配っているのでね、ぜひ欲しいという方は後の物販の方で取りにいただけると嬉しいです。ね、これ絶対14組ねプラスシークレットアイドルがいるというわけで、またそのシークレットアイドルは近日アニマルビーストの公式ツイッターの方で公開されるので、ぜひ私たちの公式ツイッター調べてまだフォローしてないよという方はぜひフォローお願いします。いします。お願いします。ね、はい、でもう一つねやっぱ最後だから告知させてほしいんですけど、私たちね、日頃大阪で活動してて、私たち7月の9日に大阪にありますライブハウス D というね、ところで私たち初のワンマンライブを行わせていただきます。初だよ、初ですよ。とても大切なライブですね。そうですよ、今日ね、名古屋に来てくれてるお客さんの皆さん、絶対私たちのね、ワンマン来てほしいです。本当にお願いします。私たちの半年間成長した姿をぜひ見に来てほしいです。お願いします。はい、こんな感じでね、はい、告知もできたということで、バルーンもねまた後で小さいお子様に物販のところで取りに来ていただいたらプレゼントするので、ね、はい、ぜひプレゼント、フライヤーも配ってるので、ぜひ皆さん物販のところに来ていただけたら嬉しいと思います。お願いします。はい、はい、次2曲続けて聴いていただきたいんですけど、皆さんよければラスト2曲になるので最後まで見ていただけたら嬉しいです。それでは聴いてください。もう一度辛いよ、もう辛い。
てください。レインボージャンプ。皆さん